インターポールの捜査を行うには匿名でいることが絶対必要なんだ。捜査方法は特別だ。だが今日は一線を越えたな。犯罪者とはいえ人の命を犠牲にしてしまった。今回の事件では許されるんじゃない？そんなことはない。越えてはならない一線がある。越えれば必ず自分を失う。心の中の神に背けば底なし沼に足を取られて沈むだろう。悪魔に心を振り渡したら二度と自分を取り戻せない。制御できない地獄の炎に自ら焼かれ苦しみの中果てるだろう。守り抜けその無念の揺るぎない正義だけは何者にも惑わされず自らが神になれ。分かってるその背中を近くで見てきた。自分を貫く姿勢受け継ぐつもり。